はいどうも、カオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手は太陽さんですね。っていうか早選出、太陽さんのパーティーは生拳、トゲキス、ムカリオ、カバルドン、ドラパルドミミッキと。はいはい、初手のカバルドン、えらいきついね。これどうしよっかな。そうですね、じゃあうわどうしよう、リザードンもそんな刺さってねえしな。ラプラス、ラプラス、ドリューズ、初手ラプラス、カバルドン読みでドリューズ、最後はドラパルトにしましょうか。ちょっとストライクとリザードンも出したいんですけど、あんま刺さってないんで、これでいきたいと思います。はーい。ほんま四つ塚腹立つな。ゴミの分別もできねえ。ほんと、くたばってほしいわ。やべ、変なこと言っちゃった。太陽さん、対戦よろしくお願いします。いやー、24時間勤務の後の、このね、ポケモンバトルですよ。ちなみに俺、明日も24時間勤務ですわ。さあ、ドラパルトから来る。これどうなんだろう？一応出しがちなんかな？これね、はっきり言ってね、俺のラプラス、巨大マックス型じゃないんですよ。だから相手のドラパルト、ワンチャンね、無意味に身代わり、張ってくると思うんで、ここフリーズドライぶちかまします。トンボゲーリー。さあまさかの巨大マックスじゃないっていうラプラスね、誰も使ってねえんじゃないかな。これおもろい。お、ルカリオ。ルカリオ来ましたね。じゃあフリーズドライ、フリドラ。ここねちょっとね、格闘技読んでドラパルトに引きたいですね。引きますか。はい、じゃあドラパルトに引きます。さあインファイト OK。 さあ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 、じゃあ相手何着ても OK だな。じゃあここはね、ゴーストダイブでいきます。ゴーストダイブ、ゴーストダイブ、大谷慎二郎のスワンダイブみたいなね。はい、コメットパンチ。このゴーストダイブどのぐらい入るだろう。相手のルカリオが体型に振ってなかったらめちゃくちゃ入ると思うんだよね。はい、ゴーストダイブドボーン。あ、全然耐久に振ってない。あ、ミリ台されてたよ。聞くなおい。じゃあそうだな、ここじゃあドラゴンアロー打つか。バレットパンチか。あ、ないか。神速持ってるんですかね、じゃあこのルカリオは。はい、さあ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 、ドラパルト、俺多分ねこれスカーフ型だと思うね。スカーフ型なんでこれラプラスに交換すっかな。どうすっかな。相手の最後を読むぞ。ミミッキュか絶対トゲキッス。そうするとどうしよう。ここじゃあラプラスに交換すっか。ドラパルトまだ取っとけると思うんだよね。はい、ドラゴンアロー。はい、このラプラス HB にがっつり特化してるんで効かないんですよ。じゃあフリーズドライ、ここ相手ダイマックス切ってくるっしょ。
あ、振ってこねえんだ、うめえな。慎重派だな、はぐれ刑事慎重派って感じ。オッケー、木の実。オッケー、じゃあフリーズドライこれ落とせるかな、相手が耐久振ってるかどうか。あー急所でこれ、あ、振ってるね耐久。じゃあフリーズドライで、ドラゴンアロー、はいはい、じゃあフリーズドライ、うん、普通にフリーズドライですわ。さあ俺の予想ね、最後ねミミッケだと思う。さあトゲキッスか、あートゲキッスか。じゃあ、ダイマックスは、トゲキッス対策に持ってきた、ドリューズで OK でしょ。俺のドリューズはっきり言って不思議ちゃん型なんで、ダイマックスでね、はい。ここ、ダイジェットでしょ。できれば落とされてほしいけど、まあこのトゲキッスが弱点保険型だとかなりやばい。ダイジェット落としてほしいな、できれば。オッケー、さすがに落ちるよね。さあトゲキスの1段階上昇、そうだね、うわーどうしよっかな俺な。いやドラパルトで、これはもうね、もう、ま、抜けないんでゴーストダイブで、うん、相手ここ読んでダイボールとかしてきたらめちゃくちゃ面白いですけどね。おお、あ、全然、何これ、おっそ、このトゲキスめちゃくちゃ耐久ぶりだ。危ねえ、これ出しといてよかったわ。ドラパルトから出してもほら全然効かねえもん。すげえ耐久型のトゲキスなんだ。オッケー、でもこれでダイマー切らすことできたね。相手が素早さが、2段階上昇で、まあさすがに耐久ぶりで素早さ遅いっつっても2回、ダイジェット積んだんで、これはもう素早さもう完全に抜かれてますね俺のドリューズ。でも今回俺のドリューズ AD 特化、攻撃と特防にぶっ破して、さらに突撃直撃で 1.5 倍にしてるんで、これは、ダイスチルで、いやダイアースの方がいい、いやダイスチルだな、うん、ダイスチルで、ダイアース効かねえもんな、うん、ダイスチルでいきます。はい、ダイマックスダイスチルで、これさすがに、耐久型としてもどうなんだろう、身代わり連発とかされんのかなマジカルフレーム OK、 これ全然入んないですから、これは OK ですよ。 OK、 対戦ありがとうございました。急所、これもう無駄急所ですね、はっきり言って。オッケー、太陽さん、対戦ありがとうございました。これはねドリューズが刺さりましたね。はい、ちょっとねリザードン大好きすぎてリザードン出したいっていう心があるんですよ。でそのリザードン出したいっていう欲望にそのなんだろう、勝てるか勝てないかなんですよね、結局俺が負ける負けないっていうのは。はい、じゃあ太陽さんに勝ったということで。